ハリマ町は兵庫県の南に位置する町。過去軍に属し東ハリマ県民局管轄区域。兵庫県下では最小の面積の自治体であるが人口密度は全国でも有数の高さである。なお、ここでは調整志向前の名称であるアエ村についても述べる。兵庫県のハリマ地区南東部に位置し、陰南の大地から流れる木瀬川流域に町が広がる。 弥生時代後期から古墳時代までには大中に当時としては兵庫県下最大の集落が形成され奈良時代からはあえ荘と呼ばれており過去軍に属していた町村政志向後はあえ村として自治体を成しており兵庫県最後の村として残っていたが赤市、過去川漁師との合併交渉で町内が対立結果として単独調整の道を選び 1962年4月1日に旧国名である張馬国から取り張馬町として調整施行した。これにより兵庫県は日本で初めて自治体として村がない都道府県になった。平成の大合併においても単独調整の継続を選択し減損する県内の自治体で唯一周辺自治体と合併を経験していない。町内には JR 山陽本線土山駅、山陽電気鉄道本線張馬町駅各駅があり、双方の駅前にはビジネスホテルや中層マンション、業務ビルがある。町面積の30%を占める人工島には重化学工業の工場が創業し、張馬臨海工業地帯の一翼を構成する。都市化は他の軍部と比較するとかなり進んでおり、 隣接する赤市、加古川漁師と遜色ない。平成の大合併により、県内で瀬戸内海に面する町が次々と消滅し、残るは張間町のみとなった。マンションの新築着工は停滞傾向にあるが、宅地下の著しい進展により、高地面積は年々減少の一途をたどっている。自動車に交付されるナンバープレートでは、姫路エリアに相当するが、 町の東部では市街局番が神戸市、明石市と同じ078であり、本町は神戸都市圏であることから県の二大都市である神戸市と姫路市の経済的、行政的な中間地点が本町付近であるといえる。東を明石市、北から西を加古川市と隣接している。同じ加古郡の稲美町とは隣接していた加古郡、平岡村などが姿勢を施行して、 加古川市になったため、1キロメートルほど離れている。南は、瀬戸内海に接しており、新島、東新島の二つの人工島がある。うち東新島の東側半分以上は、赤石市になっている。兵庫県で一番狭い町である。水の便が悪いために考えに悩まされてきたが、今里と伝兵衛によって、用水港を建設したために考えがなくなり、農業地帯となった。 そのため、ため池が十二箇所ある。河川平野地小海岸調整施行前の九百六十年十月一日国勢調査による調査時の人口は八千八百十四人であり、調整施行時は九千三百六十三人であった。調整施行当時は人口が一万人に満たなかったが、鉄道で神戸まで四十分、姫路まで三十分という利便性から交通支弁の町として、 宅地や工業地などの開発で、著しい人口増加を続けてきた結果、1964年8月には1万人を、1975年9月には2万人を、1985年3月には3万人を、超え、学校や施設の基盤整備が進められた。しかし、近年は、少子高齢化の影響を受け、2000年以降の人口は、停滞あるいは、微減傾向にあったが、 2010年度2011年度の住民基本台帳によると増加している。また、大半が市街化されており、市街化調整区域は町土の1割ほどである。東西南北とも3キロほどしかない小さな町で隣接市へ出るのが容易であり、神戸への通勤圏でもあるため、町外に通学、通勤する人が就業者、通学者の8割近くを占める。人口、 人口密度は兵庫県下の町において最も高かったが、近年は伊ボ郡大使長が当庁の人口を抜き2位になることもある。しかし、僅差であるために入れ替わりが激しい状態になっている。調整施行以来、兵庫県下で一番狭い町であり、埋め立て前の面積は約6平方キロメートルであり、その後は 町土の沿岸部を埋め立てて結果新島と東新島が誕生し、町土の3割が埋め立て地である。愛漁港ハ縄漁を主にしており、海苔、マーナゴ、鈴木、タコなど、一般機械器具製造、化学工業など、約60社の企業が立地している。町域が狭いこと等から、大規模商業施設の立地はない。加古川市の伊東洋華道加古川店。 赤市市の伊東洋華道赤市店は、播磨町から至近距離にあり、伊オにアカショッピングセンター等の大型商業施設が近隣に多数立地することから、町内の商業施設は苦戦を強いられている。加古川市、赤市の播磨町への合併の働きかけは加熱し、量子有資発行の文書合戦など異様な空気に包まれた。一時は蒸気のように、 活発な合併協議が実施されたが、町の東部住民は、赤石市への合併を希望、西部住民は、加古川市への合併を希望する等の難題が多く、住民投票の行われぬまま結局終止符が打たれることとなった。張馬町小国土地理院地理情報によると、張馬町の東西南北それぞれの橋は、以下の位置である。通勤率は、加古川市へ20.0%、 赤市市へ17.0%、神戸市へ15.7%である。大中遺跡1974年度現在の、針馬町中心部2011年現在の、針馬町中心部本城で撮影針馬町の町並み、宮北一丁目で撮影稲見町とともに、警察は、加古川市の加古川警察署が管轄し、消防は、加古川市消防本部に委託している。 ハリマ町福祉会館、大中遺跡公園町内の郵便配達は、加古川東郵便局が行う。兵庫県立高校博物館兵庫県立ハリマ、南高等学校兵庫県の高等学校の学区割では、第三学に属す。中学校給食家未自治体であったが、2011年1月から町内の全中学校で給食が始まる。 はり町立はすい小学校の児童数が町内の小学校では最も多い。かつては別府鉄道土山線が営業していたが1984年2月1日に廃線。国道250号西の点3丁目で撮影1958年に都市計画決定された町道浜幹線が2015年3月21日開通。 上日の通り面積が兵庫県内で最も狭く、かつ1889年の町村制制定以来一度も自治体合併を経験していないにもかかわらず、市街局番は町の東西で2分されており、相互間の通話は市街通話扱いとなる。なお、町役場の市街局番は079である。野添北公園と円満寺五十頭愛え神社。ありがとうございます。